SP 水曜劇場をご覧の皆様、どうもおはようございます。いや、もしくはこんにちは、もしくはこんばんは、いや、おはこんばんちは、なんつって、どうも近藤秀志と申します。今回私が宣伝させていただきたいお芝居はこちら、石原翔一賞第27回公演の筋肉少女という作品でございます。来る2013年7月5日金曜日から日本橋にございますインディペンデントシアターファーストにて上演いたします。全日程はですね、4日間で7回公演ございます。各回回替わりゲストも設けておりますので、どうぞお楽しみくださいませ。お話の内容といたしましては、こちら筋肉少女という作品は再演になるんですが、かの少年ジャンプで人気を博しました筋肉マンに登場したアイドル超人たちの娘たちが活躍するというお話でございます。それぞれのキャラクターが父親にちなんだ技で戦うという、そういった話でございまして、ほとんどの出演者が女性陣ということがことでございまして、そうアイドル女子学園が舞台となっている物語です。きらびやかな女の子たちのキラキラした熱い友情ファイトをぜひご覧いただきたいと思います。そしてさらにですね、これは僕個人的なに思っている見どころなんですけども、脚本演出の石原翔一賞の石原翔一さんが今回の筋肉少女たくさん出てきます。そこも一つの大きな見どころとなっていると思います。ぜひぜひ劇場でご覧くださいませ。本当に楽しい舞台になります。どうぞよろしくお願いいたします。詳細など詳しくは石原翔一賞の公式ホームページか、もしくは私の近藤秀志の個人ブログをご覧いただけましたら幸いです。それでは皆様、石原翔一賞筋肉少女、どうぞよろしくお願い申し上げます。